皆さん、こんにちは、小森です。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。JLPT の N4、それから JFT の A2 を受ける人、えー、合格しようと思って勉強している人のための、えー、テストになります。ミニテストです、えー。読解の29回目になります。今日は情報検索の方をやりますね。これ、情報検索と読みます。では、始めましょう。 はじめに紙と鉛筆を用意してください。このも動画には問題が2つあります。その問題に質問が2つずつあります。ですから問題ページは全部で4ページです。1ページにつき動画は5秒しかありませんから、動画を止めて、ポーズで動画を止めて、そして質問に答えてください。 4問を8分で答えてください。答えは1、2、3、4の中から一番いいものを1つ選んでください。8分経ったらやめましょう。問題の後に解答の動画がありますが、えー、答えだけを知りたい方は、解答動画の最後に答えを載せていますので、えー、それを見てくださってもかまいませんよ。えー、ご自分ででスマホでね、 このような、えー、タイマーを設定してください8分です、えー、これが開始これスタートですね自分でこれを、えー、セットしてくださいね、えー、すぐにこの画面のすぐ後からもう問題が始まりますから、えー、4ページの問題始まりますから5秒しかありませんでは始めましょう 8分終わりました、まあ、自分でね、あなたが今あのセットして決めているわけですけども、えー、8分、えー、終わったら、8分経ったら全部終わっていなくてもやめましょうね。8分で全部解いてください。では、今から回答をします。はじめにこの、えー、と問題を読みます。まずここですね、取扱説明書。 取扱説明書、ここから問題ですよ。取扱説明書。時計の使い方。電池の入れ方。時計の裏に電池を入れる場所があります。単四乾電池を右の写真のように入れてください。ね、プラス、マイナス、プラス、マイナスということですね。え注意。カキの近くで使わないでください。 火災や故障の原因になります。用途以外のことに使わないでください。投げたり壊れるようなことをしたりしないでください。直接日光が当たる場所に置かないでください。<laughs> ちょっとこれ、あの漢字ね、読み方が入ってませんけれども。質問 1: これは何の使い方について何の 使いいい方につてて説明していますか何の使い方について説明していますか ?1、電池の使い方に単4乾電池の使い方4、日光の当たり方4、時計の使い方さあ、これは何の使い方について説明していますかってこれが質問ですよね。で、これが問題です。これは 取扱説明書の真ん中が省いてあります。だからこれ全部が取扱説明書なんですね。取扱説明書すごい長くて大きいですから、えー、これ真ん中省いてあります。で、この中で知らない言葉ありますかまずこの取扱説明書なんですけども、取扱説明書っていうのは Instructions for Use. Instructions が説明書ですね。for use 使い方の説明書という意味ですね。取扱い説明書って言いますね。まあ、日本では今ね、取説なんて言いますけどね。取扱い説明書。さあ次は、電池ですね。電池の入れ方。電池を入れる。乾電池、ね。電池、電池、乾電池ってありますけど、電池っていうのは、 バッテリーのことです。乾電池っていうのは、この乾っていうのはドライですけども、まあバッテリーです。小さいのが、まあ炭酸、炭酸っていうのがありますけども、大きさを表しています。炭4はちょっと小さいタイプですね。4って書いてありますからね。炭4乾電池。炭酸では入りませんね。炭2とか炭1とかありますけども、それは大きさのサイズのことです。次は、 火器ここですね、注意、これアテンションですね。かきの近くで使わないでください。かきっていうのは、火があるところって意味です、うん。ガスコンロとかね、それから、あのなんでしょうね、あのマントルピース、えっと火を使っている、火を炊いているところ、暖炉とかね。 そういう火を使っている近くで熱くなるところでは使わないでくださいということで、火器、インフレー l ブル l a c スですね。火器の近くで使わないでないでください。じゃあ次は、この故障ですけれども、火災っていうのは、ファイ e ですね。えー、火の近くでこれを使うと、ファイ e とか故障、broken。 アルボールで壊れますよ。故障の原因になります。原因というのは reason ですよね。こうと火の近くで使うと、火が燃えたり、これが燃えたり、それから故障したり、壊れたりする原因になりますよということですね。それから次、用途。この用途、これ用途って言いますけど、用途っていうのは use です。この時計の使用目的。 目的以外のことに使わないでください。ということで、用途以外という言い方をします。用途というのは、use。時計は時間を見るものですから、それ以外のことに使わないでください。まあ、いろんな他に使い方があるんでしょうかね。はい。えー、そうですね。それから、この日光ですね。直接日光。 日光が当たる場所に置かないでくださいっていうのは、あの、えっ、ー、と、don't put, expose ですね、expose sunshine.、えー、このダイレクトリーですね、直接、ダイレクトに直接日光が当たる場所に置かないでください。don't put, or don't expose outside, あの日光、sunshine. 日光が当たる場所に置かないでください。なんか熱,熱を持って熱くなって壊れる原因になりますね。はいでは、次は問題です。質問 1: これは何の使い方について説明していますかということで、え何の使い方かということですけども、電池の使い方電池の使い方。ね 2、単4乾電池の使い方。3、日光の当たり方。4、時計の使い方。ということですけれども、さあ、ここに時計の使い方っていうふうに書いてありますよね。一番上に取扱い説明書。これの一番初めに時計の使い方って書いてあるので、これは時計の使い方に関する取扱い説明書になります。ですから、これは。 この取扱説明書は時計の使い方について書いてありますということですから答えは4番になります。じゃあ次、質問2に行きますね。これは同じです。同じ、えー、取扱説明書を読んで質問2に答えてください。 間違っているのはどれですかこの中から間違っているのを探してそれを答えにします。間違って正しいのは置いといてくださいね。えー、間違っているのはどれですか、えー、まず、この火から離れたところで使ってください。火の近くで使わないでください。これ同じ意味です。火から離れたところ、熱くなるところからは離れたところで使ってください。 近くで使わないでください。離れたところで使う。これ同じ意味ですね。です,ですから、1番は間違っていません。次、2番ですけども、えー、用途以外のことに使わないでください。この用途っていうのは、時間を見る。これ時計ですから、時計は時間を測るとか、時間を見る、それ以外のことに使わないでください。 用途以外のことに使わないでください。これ同じ意味ですから、これも間違いではありません。次、3番ですよね。3番。投げたり、壊れるようなことをしたりしないでください。投げたり、落としたりしないでください。これ、壊れるようなこと、落とすこととこれ同じ意味ですから、投げたり、落としたりしないでください。これ、同じ意味ですから、これも間違いではありません。次ですけども、 日光が当たるところに置いてください。直接日光が当たる場所に置かないでください。置いてください。日光が当たるところに置いてください。当たる場所に置かないでください。これが反対、えー、になりますね。これ、置いてもいいですよ。置いてはいけませんって書いてあるので、これが間違っています。ですから、答えは4番になります。えじゃあ次,質次のあ問題に行きますね。 次の問題、問題には手紙、手紙です。読みますね。山田先生、お久しぶりです。お元気でいらっしゃいますか仕事で国に戻ってから1年が経ちました。日本を離れるときはとても寂しかったですが、来月からまた東京支社に勤めることになりました。引っ越して落ち着いたら 先生のところに伺いたいと思っております。先生が最後の授業でお話になったアジア経済の問題についてよく考えます。またお話をお聞かせください。東京に着きましたら連絡いたします。何々年2月25日、ホーキンというこれ手紙ですよね。ホーキンさんが山田先生に出した 手紙になりますさあこの中であなたわからない言葉とかありますか文がわからないっていうのがありますかさあまずどこから行きましょうかね死者、えー。東京支社に勤めることになります。死者っていうのはブランチオフィス、ブランチですね。きっと本社がこの人のあのー、国にあるんでしょうかね、えー、この人仕事を今していますね。仕事で国に自分の国に戻って から1年が経って今度来月東京支社にブランチオフィスイン東京ですね東京に勤めることになりましたさあそれでこの引っ越してえ落ち着いたら引っ越しっていうのはムーブうちをえームーブですね この人、東京に来るので、うちを引っ越さなければいけません。引っ越しはムーです。それから、落ち着いたら引っ越して家が、家を移って、落ち着いたらっていうのは、落ち着くっていろいろたくさんの意味がありますけども、セットダウンとかいう意味です、この場合は、引っ越しして、あの引っ越しの荷物が片付いたらというそういう意味になると思います。それで、ビータイリーズ。 とということで荷物が片付いたらという意味になります。あ落ち着いたらこれは after、えー、引っ越しの荷物が片付いたらというふうになります。えー、先生のところに、えー、伺いたいと思っております。この先生が最後の授業でって言っているのであの、このホーキンさんが教えてもらった先生なんですね、この山田先生ね。さあ次は、えー、経済。 この先生の授業、経済の授業を受けたんですね。これ、経済っていうのはエコノミーです。この授業ですね。勉強を教えて、大学生の時の話かなどうでしょうね。アジア経済の,あの問題について、え先生が何か、えー、お話をされた。それを、また私はよく考えてみますという意味ですね。またお話をお聞かせくださいということで。 東京に着きましたら連絡いたします連絡っていうのはコンタクトですから、まあ、電話をしたり何かをするメールを送ったりとかねそういうことだと思いますさあ次はこれはホーキンさん生徒さんが山田先生というこの上司って上司じゃないな先生にあの送っている手紙なので敬語がたくさん使われていますこのインデータルス Language is often use たくさんの、えー、敬語が使われているんですけどもまずえっ、ー、とまずお久しぶりですこのお久しぶりですうん友達同士だったら久しぶりって言いますねでもこれはえオンラインフィックラングエッジですのでお久しぶりですそれからいらっしゃいますかお元気でいらっしゃいますかいらっしゃいますかこれは久しぶり お元気でですす。かと一緒,一緒ですお久しぶりです。お久し,ぶ久しぶり。お元気でいらっしゃいますかお元気ですかと同じですね。それから先生が最後の授業でお話になった。お話になる。これは先生が授業で話した。話したと同じ言葉の,あの尊敬語になります。先生が最後の授業で お話になったお話をお聞かせください。お話をお聞かせください。えー、っとそれから今度はあ、このうかがいます。このうかがうと、それからこのおりますは、あのハンブルワーズになっています。これは先生のところにうかがうというのは、 ビジット訪問するとか行くという意味になりますね。伺いたいって書いてありますけども、行きたいです。訪問したいです。Visit という意味をあの m b l e w スになってます。先生のところに伺いたいと思っております。これもハンブルウォー o ですね。います。思っていますをあの この中で,ですからあの尊敬語と謙譲語が入り交じってたくさんのホハンフィックラングエッジが使われています、はい。では次は大体意味分かりましたか、えー、質問を読みますね。ホーキンさんは今どこにいますかということな問題なんですけども、えー、この人山田先生お久しぶりです。お元気でいらっしゃいますか 仕事で国に戻ってから1年が経ちました。この人、今、自分の国に戻ったんですね。そして1年が経ちました。日本を離れるときはとても寂しかったですが、来月からまた東京支社に勤めることになりました。ということは、今、彼は自分の国にいるんですね。1番、日本の東京から離れたところ。日本です。2番、日本の東京。3番、 アジア,アジア経済ですね。4番、ホーキンさんの国ということで、さあ、どこにいるんですかね。ここに書いてありますね。国に戻ってから1年が経ちました。来月からまた東京支社に勤めることになりました。来月、日本に来るんですね。ですから、今はまだ、えー、彼は、ホーキンさんは自分の国にいますから、答えは4番になります。 次の問題いきますね。次、これは同じです。手紙は同じです。問題が、えー、質問4になります。山田先生を、ホーキンさんはいつ訪問しますかこれ訪問ですね。Visit、訪問しますか ?1、来月。2、東京に着いたら。3、今国にいるのでしばらくはいけない。4、東京に引っ越して。 荷物が片付いたらということで、さあ、どれでしょうかね。ここに来月ってありますね。来月、えー、東京に勤める。それから、東京に、えー、着いたらって、ここにありますね。今、国に戻っています。ね、えー、さあ、どこに行ましょうかね今、えー。今は国にいますけれども、来月、東京支社に勤めることになりましたので、勤めるっていうのは、work。 ですね、引っ越して落ち着いたら先生のところに伺いたいと思っております。伺いたいっていうのはビ s i トと同じ意味です。いつ訪問しますかと同じ意味になります。でいつって書いてありますか伺いたい、訪問したいと思っています。ただ、引っ越して落ち着いたら。 引っ越して、東京に引っ越して、落ち着いたら訪問をしたい。落ち着くっていうのは、先ほども説明しましたけども、荷物が片づいたらっていう意味ですので、東京に引っ越して、荷物が片づいたらと、これと同じ意味になります。ですから、山田先生をホーキンさんが訪問するのは、4番の、東京に引っ越して、荷物が片づいたらということになります。答え。 答えは4番です。さあ、これで4問終わりました。答えが全部4番ですよね。質問1、質問2、質問3、質問4、全部4番が答えでした。これだけ赤くなってますけどね。4番が、えー、正解でした。いくつ答えられましたかさあ、これで29回目が終わりました。えー、次回は最終回でしょうかね。えー、また、えー。 登録をしてくださったら、新しい動画ができたら、えー、お知らせがいきますので、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。